自分が20年、そして子供が20年、そして孫が20年。状態次第ではその先まであるかも。チンを選ばず使いやすいことが魅力ですね。時代が変わっても廃れないであろうデザインもまた素晴らしい。皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。毎回テーマに沿っておすすめの腕時計をご紹介するシリーズ、本日のテーマは将来子供や孫に譲りたい時計です。オーバーホールや修理をすることで何十年も使い続けることができる機械式の時計、自分が愛用したものを将来息子や娘に譲りたい、さらにその先孫の代まで受け継いでもらいたい、手のひらサイズのアイテムが代々受け継がれていくというのはなんだかとてもロマンがありますよね。ということで早速見ていきましょう。まず1本目はこちら、スイスの名門ジャガールクルトよりレベルソクラシックスモールセコンド。1833年創業のスイスの名門ジャガールクルト、パテックフィリップやオーデマピゲなど雲上ブランドに長年ベースムーブメントの供給を行っている技術屋集団です。こちらのレベルソという時計は1931年に登場。イギリス人商工からポロ競技用の腕時計を作ってくれないかという依頼を受け、ブランド初の腕時計コレクションとして誕生しました。そしてそこから90年、ベースデザインはほとんど変えず、さまざまなバリエーションを追加する形で現代にまで継承されています。今回チョイスしたのは、さまざまある展開の中で最もクラシカルなモデル、レベルソクラシックスモールセコンド。手巻きムーブメントを搭載したモデルです。1930年代の初期、ラウンドウォッチ登場以前の時代を強く感じることができる伝統のレクタン型ケース、視認性の高いアラビア数字のインデックスとブルーハンド、そこに割っているスモールセコンド、文字盤中央に彫り込まれた凝縮彫り、そして文字盤が180度回転する独自機構、普遍的なクラシックウォッチでありながらユニークさは現代の腕時計にも負けない一品。ジャガールクルトはメーカー保証8年を含むコンプリートサービスというものがあり、長く使うことへの安心感があるのもいいですね。永久修理という表現はされていませんが、古いモデルの復元修理もしてくれます。私たちが修理するのは時計だけではありません。時計が持つストーリーも大切にしていますという公式サイトのメッセージからも、長く愛用するもの、そして後にそれを引き継ぐものにもしっかりと寄り添う姿勢感じることができますね。こちら気になる価格はメーカー定価で税込み739,200円、機械は手巻きキャリバー822/2、日付表示はなし、パワーリザーブは45時間、ケースはステンレスシール製、サイズは横が 25.5mm、 縦が 42.9mm、 防水性能は3気圧、ケース裏面にエングレービングを施すサービスもあります。そこに特別なメッセージを刻むのもいいですね。続けて2本目はこちらです。誰もが知る超有名ブランドロレックスより不朽の名作デイトジャスト36。言わずと知れた有名ブランドのド定番モデル、複数のサイズ展開がある現行モデルにおいて 36mm 系というのは1945年に登場した初代デイトジャストからずっと継続されているものです。故にデイトジャストの中のデイトジャスト、ど真ん中の定番モデルというとやはり 36mm になるかと思います。ロレックスの時計は長年培ったタフウォッチとしての実力と豊富な製造実績で、とにかく壊れにくいことが大きなメリット。永久修理に対応しているブランドではありませんが、80年代後半まで製造されたデイトジャストムーブメントキャリバー1575、これのメンテナンス対応をつい最近まで継続していた実績があり、製造終了後30年近くは純正部品の製造を止めていないものと思われます。またロレックスは流通量が多く、メンテナンスに対応できる非公式の技師さんが多くいることも特徴です。中古市場に半世紀以上前に作られたヴィンテージデイトジャストが普通に売られているのはそのためです。社外部品も多くあり、メーカーの正規修理じゃなくてもなんだかんだで直せてしまう。もしかすると最初からそのつもりで設計しているのかも。ロレックスならありえるな。現行モデルも大事に使えば2080年頃まではいけるはず。自分が20年、そして子供が20年、そして孫が20年。状態次第ではその先まであるかも。こちら気になる価格はメーカー定価税込みで743,600円から、素材とバリエーションによって異なります。ケースサイズは 36mm 径 12mm 厚、機械は自動巻きキャリバー3235、日付表示付きパワーリザーブは70時間、防水性能は 100m です。ということで早速2本ご紹介してきました。改めましてこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。
本日のテーマは将来子供や孫に譲りたい時計。自分はもちろん世代を超えて長く愛用したい腕時計5本ほど選んでみました。長く使いたいイコール永久修理が可能なブランドというふうに考えるのが手堅いかとは思いますが、そうなると運上ブランドに偏ってしまいます。でそうなると普段使いできるものではなく、ゴールド製のドレスウォッチとかステンレスチール製だけどプレネになりすぎて使いづらいみたいなことになってしまいます。それも家宝のような感じでいいんですが、今回は普段使える時計を中心に選んでおります。自分が愛用した時計を子供や孫にも楽しんでもらいたい、世代を超えて楽しめる実用モデルですね。さてここからあと3本ご紹介していきます。本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。今回も面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて続いてはこちら、1868年創業、堅実な時計作りで人気のブランド IWC よりポルトギーゼ40。 IWC はドイツとの国境付近に拠点を構えるスイスの時計メーカーです。創業初期からライン川の水力発電を利用し、また再生素材の開発も積極的に行っている環境に優しい時計作りにも定評があるブランドです。もともとはアメリカ式の量産体制をスイスに持ち込む形で発展したブランド、ゆえについ最近までサプライヤーから購入したパーツを組み立てて一つの時計を作るという方法をとっていましたが、現在は自社一貫生産に移りつつあります。こちらのポルトギーゼ40に使用されているムーブメントキャリバー82200も自社製です。2018年に発表された新型の機関ムーブメントです。自動巻き機構は IWC の伝統ともいえるペラトン式を継続採用、ローターを支えるベアリングとその周辺の中間車等のパーツにもセラミックが使用され、経年による摩耗や劣化を起こさない構造へと進化しています。と専門用語続きましたが、要するにこれまで以上に壊れにくくなりましたよってことですね。世代を超えて長く使うためには壊れないことが一番ですからね。機械式である以上完全に壊れないというのは不可能ですが、メンテナンスごとに交換するパーツが少なければ維持費も安く抑えることができます。ちなみにこの IWC も最初にご紹介したジャガールクルトと同じリシュモン傘下です。メーカー保証は最長8年あり、やはり同様に修復サービスも行っていますから、何十年か後もし壊れたとしても直してもらえる可能性は十分にあります。実用時計のブランドではまだまだ珍しいサービス、それを先駆けて行えているのは過去のモデルのアーカイブがしっかり残っているから。やはり歴史を大事にするブランドは強い。こちら気になる価格はメーカー定価で税込み79万7500円、ケースはステンレスシール製 40.4mm 径 12.3mm 厚、機械は自動巻き82200、日付表示はなし、パワーリザーブは60時間、防水性能は3気圧です。続いてこちらも歴史を重んじるブランド、1865年創業、自動巻きクロノグラフの名手ゼニスよりクロノマスターオリジナル。ゼニスといえば1969年に発表された世界初自動巻きクロノグラフ L プリメロ。歴史上一度は生産中止に追い込まれたものの、80年代に見事復活、ロレックス、デイトナに搭載されるなど、その後のクロノグラフウォッチの発展に大きく貢献したことでも知られています。また現在は毎年新しいバリエーションが追加、そしていつの間にか売っていたものが消えるという未発表形式の限定生産を行っており、好みの個体と出会う楽しみも提供してくれています。こちらのクロノマスターオリジナルもこの動画作成時には現行モデルとして公式サイトに載っていますが、1年後にはないかもしれません。ただ次から次へとモデルを展開させながらも、機械は全部 L プリメロなんですよね。同じムーブメントで複数のモデルを展開するというやり方、パテックフィリップと運上ブランドでも行われることなんですが、それを複雑なクロノグラフという機構でやってしまう、それこそが L プリメロの実力であり、ブランドの偉大な歴史の証明でもあります。そして近年のゼニス、もう一つ強みがありまして、それがヒストリカルウォッチの修復サービスです。公式サイトにはこのように記されています。ルロックルのマニファクチュールが誇る専門技術でほとんどの作品を修復することができます。例えば1世紀以上前に製造された時計は、熟練の職人と代々受け継がれた技術によって息吹が吹き込まれます。最近は正規ブティックでレストアされた過去の名作が販売されていますよね。言葉だけでなく手に取れる実機として修復技術の高さを見せてくれるのは本当に素晴らしい。こちら気になる価格はストラップ仕様のもので、メーカー定価税込み96万8000円、
ブレスレット仕様のものは103万4000円です。ケースは38ミリ系のステンレスシール製、機械は自動巻きクロノグラフ L プリメロ、日付表示付き、パワーリザーブは60時間、防水性能は5気圧です。さてラストはこちら、1791年創業、230年の歴史を持つ超老舗ブランドジラールペルゴより、ジラールペルゴの名作ロレアート。グッチと同じケリンググループに属するブランドですが、日本では PR をほとんど行っていないため知る人ぞ知る存在になっているジラールペルゴ。コレクションも通好みのものが多いため、最初の1本でジラールペルゴの時計を買うという方はまあまずいらっしゃらないかと。5本目6本目でようやく候補に上がってくる、まさにクロート向けのブランドです。こちらのロレアートという時計はラグジュアリースポーツ黎明期に発表されたモデル、元祖ラグスポと言われるオーデマピゲのロイヤルオークの登場が1972年、そこに続いたパテックフィリップのノーチラスが1976年、そしてこのロレアートはというとその間の1975年に登場しています。ロイヤルオークやノーチラスほど派手ではなく、どちらかというと硬派な印象、いや実は昔はロイヤルオークも硬派なデザインで時代とともに派手になってきた感じなので、それと比較してロレアートはあまり派手な進化をさせなかったという表現の方が合っているでしょうか。良い意味でキラキラ感が抑えられており、品格もしっかりと保っている、シーンを選ばず使いやすいことが魅力ですね。時代が変わっても廃れないであろうデザインもまた素晴らしい。ジラールペルゴも永久修理という表現は使っていませんが、公式サイトにはこのように記されています。 GP の時計、何世代にもわたってお使いいただけるように設計されています。お客様の資産となる時計の寿命を保証し、その時計の保度を完璧な状態に保つため、3年から5年前に GP 認定サービスセンターで時計のメンテナンスを行うことをお勧めします。何世代にもわたってとはっきり書いてありますから、この世代、孫の世代、そしてその先まで引き継ぐことができるのではないでしょうか。こちら気になる価格は42ミリサイズのもので、メーカー定価税込み141万9000円、38ミリサイズのものですと133万1000円です。ケース、ブレスレットはステンレスシール製、機械は自動巻き、日付表示付き、パワーリザーブは46時間または54時間、防水性能は 100m です。以上、本日は将来子供や孫に譲りたい時計おすすめ5本ご紹介してきました。やはり歴史を大事にし、過去のモデルをアーカイブしているブランドの時計は後のメンテナンスにも安心感がありますね。それから普遍的なデザインであることも大事、そしてそれよりも何よりももっとずっと大事なのは、自分が尊敬される親であるということだと思います。今回の内容に関連する動画概要欄に貼っておきます。ぜひ合わせてお楽しみください。またここまで楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もしていってください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。